はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。楓さんちへようこそ。皆さん神社とかお寺とかにさ、まあ初詣だったりとか、行縁とか健康運とかそういうので見、まあ、手を合わせに行くっていうこともあるだろうけど、基本的にお願い事をします。なんかね、そのスピリチュアル系の人たちが言うにはお願いするとこさえはないみたいな感じで言われたりとかするけど、お礼をしに行くというか、まあ、遠くに行ったりとかね、自分は神奈川県に住んでるけど、神奈川県内の神社とか行くときは、まあ、横浜市から来ました、〇〇ですと。まあ、例としてね、今日も〇〇神社に来られて嬉しいですと。また来られたら嬉しいですねっていうような話をすればいいみたいな感じで、まあ、顔を覚えてもらうような感じで、まあまずは最初はそれだけでいいと。2、3回行くうちに、まあ、お願い事を願うっていうようなことを言ってたりするんだけど、まあ、あやふやな記憶で申し訳ないんだけど、まあ、人と会う時と同じだよねっていう話をするんだよね。一番最初に、すいません、良縁を会いたいので、初対面でね、なんか縁を、なんかどうにかしてくれませんかって言われても、あんた誰っていうふうになるじゃん、最初。名前も挨拶もねえのに、急にその縁だけくれって言われても困るでしょっていうね、ことで、まあ、2、3回通って、から、まあ本題のっていい感じだよね。まあそりゃそうだと思いながら、どうしてもお願い事というか、そういうのが先に出ちゃうなぁとは思います。それはもう誰でもそうだと思うし、本当にその、なんだろう、願い事が強ければ強いほどさ、そっちの方に動きに、そっちの方にこうね行っちゃうからさ、考え事っていうかそっちの方に頭しかなくなっちゃうからねって思ったけどね。まあそれはもうその時の時で全然違うからね、精神状態とかさ、そういうので、とは言ってもね、お願い事しやんだよね。だから、まあ私はスピリチュアル系のさ、先生と呼ばれる人だったら、ね、あれしなさい、これしなさいみたいな感じで言いたりするんだろうけど、そうじゃないからさ。だから、まあ、一応、その、あれをして、あれをしてっていうか一応ね挨拶をして、こういう感じでこういう内容をお願いしたいので申し訳ないんですが、聞き入れてくれたら嬉しいですみたいな感じで言えば、まあ聞き入れてくれるかもしれないね。でも、まあ、基本的には何回かはお参りするっていうのが基本的なルールなのかもしれない。で、それの、その願い事の一応叶った場合は、そのお礼参り。良縁ができたら、その良縁したことに対して、その神社に
まあ、いくつかに行ってる場合は、まあ、全部行った方がいいんだろうけど、代表して申し訳ないですがっていう感じで、ありがとうございましたっていう話をして、お賽銭をして、でその良縁のお守りをどうするかだよね、叶った場合ね。それが1年未満だったら、まあお返しするのかどうかっていうのはどうなんだろう。また別のその良縁も期待するだろうからね。なんとも言えない。まあ叶ったから大丈夫って思ってお返しするっていうのも、まあ神様は、まあ、神社の方もね、まあ叶ったのならお返ししてもいいんじゃないっていう人もいるだろうけど、それはちょっと分からないな。それ神社の方々の考えも一つじゃないと思うので、なんとも言えないけど、皆さんどうでしょうか。以上です。